まあ、まだまだ長いっすよ、旅路は。言うて、まだ太平洋側ですからね。これだから日本海側の、しかも富山まで抜けるって話ですからね。俺、そういうのは富山は、車で走ったことないね。石川、あれ石川はあるよな。あれ石川も自分の車ではないか。友達と出かけたこととかはあるけど、まあ、自分の車は違った、チラッとだけ入ってるか。もっと昔の車でね、初代ワゴンワークマックスだ、マックス乗ってた時に一回チラッとは寄ってますね。チラッとしてますね。メイン福井寄ってた時ですかね。うん、よしです。とかでも行きましょう。では行きましょう。さあ、まだまだ行けるよ。さあ、稲沢には入りましたね。まあまあ、この辺りはね。稲沢といったもね、旧、祖父江地区とか平和地区とかね、そっちの方ですからね。まあ、こんな感じでね、ちょくちょくとコンビニは開いてますからね。まあ、まだ雨も降ってるし。ていうか、まあ、終始、雲がね、北の方に流れてるんですから、まあ、終始、こう、今日はもう、雨模様でね、ずっと行くと思いますけどね、北陸も、きついだろうな。さてと、一個顔を超えていく。の地形に対して、この、バイク流せの突然水が入ってるっていうね。車で走ってる分にはね、そんな何もないですけど、あれはバイクの人にとっては一番しんどいですからね。さあ、平和町のあたりだな、これで。よっしょ。よいしょ。で、こんなところ、あ、ドンキューがあったんだ。とりあえず、行きましょう。これで、ここ出た金魚一匹のあれですね。あ、そう、金魚三匹。ハグリオーズショップ。これも結構有名でしたね。頭金、金魚三匹からで、頭金として採用できますよっていう。まあ、ちょっとこの辺りとか、この辺りでね、もうちょっと南の八富とかがね、近畿で有名だったりするっていうのもあるんでしょうけど。あのハグリゴーツショップはここなんですよね。で、もういう時に準備あるはずですけどね。一宮市には、もう一人入りますよ。下方町へ、到着で、あ、こっちの付近はもう閉まってんだ。ここは24時間じゃないのね。あれ、でも電気がついてる。あってんの？あれ？
注意したらたまんのか、ね、はあ、だからもう言ったうちに、一宮市には入れますよと。もちろんね、一宮七夕歯科医院、七夕祭が有名ですからね、一宮はね。これ偉い道路標識がボロボロないけど全然読めんよ。今雑誌街とかの方に入ってくれたらここ曲がったら方がいいのかな。意識市場町ですね。あ、曲がったことあるわ。曲がったところは結構太いわ。そう、ちょっと遅いですけど、まあ、あの、西車線はありますからね。片側1車線の、西車線の右まで上がってるので、そこまで、ね、やっべーっていう道ではないですけど、こっちの方から抜けた方が行きやすいかもしれないですね。この先の、ここの交差点のところ、こっちの方が多分ね、太い道は。あ、うちは、あそこのままずっと戻ってきます。長丁場の撮影になってるよ。もう、15、13分。市街地、まあ、ここ曲がってくるともあるから、そこへ行ってくるとなんか、ね、日曜日に帰るのに何回か使ってもらうのに、あっちの、まあ何せもう何百回と走ってるんで、いろんな、試行回数はこなしてますからね。だから稲田の間だったら本当にね、だって、仕事にちょっとね、端島の方とか行った時の帰りとかに、でも端島だとこっちは来ないか、端島だとこっちは来ないけど、うん、じゃなかったらね、それこそ田村とかにね、ちょっと行ったりとかっていう時とかには、こっちの方とか失礼しますし、西中の2つ案内が出てきたんで、もう一宮市はすぐそこのはずだぞ。清水、稲沢市清水町ですから、これで、これ新幹線の高架だろ？だから新幹線の高架をくぐってしまえば、え、ほら、案内見えてきた。一宮市。ってことですね。うん。いや、さすがにね、わかりますよ、この辺りは。オッケー、オッケー。よし。